はい、こんにちは、レトスノーノです。本日は早速問題に入っていきます。 A が所有する公建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせた。その後 A は公建物を C に賃借し、 C が占有している時に工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。 B は瑕疵を作り出したことに故意または過失がなければ D に対する損害賠償責任を免れることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。問題文の状況からいくと、 A が所有する公建物があって、これに塀を設置するため請負業者 B さんに任せたんですね。なんで B さんは請負業者です。そして A さんがこの建物を C に貸したわけですね。つまり C が占有者という状況です。 A さんが所有者で、これを C さんに貸したから C が賃借人ですね。占有者です。で、これ塀があるんですけども、この塀っていうのは A さんは B さんに請負任して B さんが作った塀だということですよね。そして工事の瑕疵で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまったと。工事に瑕疵があったんですけども、これっていうのは故意でもなければまた過失でもないってことなんですね。つまりこの工事業者 B さんっていうのは故意も過失もない、そういった状況だということです。その状況で B さんは D に対する損害賠償責任を免れることができるかと聞かれているんですけども、これはできるんですね。そもそも不法行為っていうのは、故意または過失があることを前提に損害賠償責任を負うって話なんですよ。つまり故意、過失、どちらもないというのであれば、損害賠償責任を負うことはありませんので、今回の問題は丸になるということです。で、2番ですね。罰則です。宅建業法の罰則です。宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。著しく事実に相違する表示、これは誇大広告に当たるんですね。で、誇大広告やってしまうと監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または兵科っていうのはこれどっちもってことですね、に処せられることがあります。なので今回の問題は丸になるということです。で、この罰則についてなんですけども、これ覚えるの正直大変なんですよね。で、個別指導ではこれについてどのように対応するかもお伝えしております。これも受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、ご確認いただければと思います。で、問い3ですね。都道府県知事は宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われる工事の状況について報告を求めることができる、丸か×かという問題です。答え丸ですね。まあ、今回の問題は正しい記述なんで、そのまま覚えれば大丈夫です。知事は宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者に対して何を求めることができるのかについて質問しています。で、何を求めることができるかっていうと、宅地の状況とか宅地内の工事の状況について報告してくださいということを求めることができます。まあ、これはそのまま覚えておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。